番いい手を作っていきますね。材料はこちらですね。フライパンにですね、オリーブオイル入れまして、かな。で、ニンニクですね。ニンニクを入れていきます。これニンニクね、この芽のところは、ね、取り除いておいてください。芽がね、ついてると、そこの部分から先にね、焦げていきますので、そこを取っておいてください。で、唐辛子はまだ入れないですね。この油が、油に浸ってる状態で、弱火にかけていきます。弱火ですね。で、このままじんわりと、ニンニクのね、香りを移すように、加熱していきます。はい、今でね、少し色づいてきましたので、唐辛子ですね、これちょっと入れていきますね。初めから入れてもいいんですけどね、あんまり初めから入れるとね、ちょっとこう辛みが出すぎるというか、後半の方でね、入れていったら十分ですね。今でね、だいぶ少しずつ色づいてきましたので、色づいてきたものからちょっと引き上げていきますね。全体がね、いい感じに色づいてきましたので、全部ね、引き上げていきますね。唐辛子もね、引き上げていきますね。この状態、今まだ弱火なんですけど、これね、ちょっと火をね、少し強くしますね。中強火ぐらいですかね。で、フライパンを少し温めまして、そこに菜の花の軸の方ですね。蓋をします。でね、ちょっと蒸し焼きにしてやります。途中ね、ちょっと上下を返してやります。はい、でね、1、2分軸の方だけを入れましたら、まだね、半生ですけど、このね、先の方をね、入れていきます。少し加えますね。油をなじませて、で、お塩ですね。お塩を少し入れていきます。胡椒も入れていきます。弱火に落としました。はい、この状態でもう一度蓋をして蒸し焼きにしていきます。また途中ね、ちょっと少し上下を返してやります。もうしばらく火を入れますね。はい、今で火が通りましたので、ちょっとね、味を少し最後ちょっと見ていきましょうか。うん、美味しいですね。はい、ちょっとだけお塩かな。加えまして、付けの時ですね、まあ、最後の仕上がりを考えて、穂先の部分をね、ちょっと残しておいて上の方に来るようにしていきます。で、まあ、ニンニクとかもね、まあ、全部上に来るといけないので、ある程度こう散らばるようにですね、やっていきます。ですね。はい、ではいただいていきましょう。こんな感じですね。うん、うまい。梅は蒸し煮にしてあるのでね、菜の花の美味しさがね、こうダイレクトに感じられますね。うん、これワインやな、これ。
最高。はい、国産食堂のシェフとしです。いつもありがとうございます。今日の動画ね、いかがだったでしょうか。あの菜の花のね、ペペロンチーノ風っていう、まあすごい分かりやすいというか、ある程度もう味も想像できちゃうかもわかんないですけどね、あの非常にね、美味しい味に仕上がっておりますので、よかったらぜひお試しください。あの唐辛子をね、抜いてやればお子様にもね、あの非常に喜ばれる味になってると思いますので、ぜひね、ご活用ください。ではまた次の動画でお会いしましょう。